先導列は、大韓民国の全羅南道甲州市出身の元プロ、野球選手、野球指導者。甲州第一高等学校では、全国大会で優勝。高来大学校1年の時は、トリプル a 世界野球選手権大会で優勝を経験し、実業団野球の韓国化粧品に入団。そこでも1982年のアイブフ世界野球選手権大会で優勝。 最優秀選手に選ばれた。1984年、ロサンゼルスオリンピックで、韓国代表が4位になった時のメンバーでもある。実業団の選手は2年間は、プロ入りができないとする規定があったが、韓国野球委員会から特例が認められ、1985年のシーズン後半から、韓国プロ野球、久保リーグのヘデタイガースで試合に出場。 同年25試合に登板し、防御率1.70で最優秀防御率のタイトルを獲得。翌1986年には262回に3を投げ、防御率は1点を切る0.99で2年連続で防御率1位、24勝を挙げて最高値も獲得した。また同年は214奪三振で、最多奪三振も獲得し、投手三冠となったほか。 シーズン8完封の久保を年間記録を樹立した。当時は線が投げたら打てないと言われた。1988年から1991年には4年連続で最多奪三振を、1989年から1991年には3年連続で最多勝ちをそれぞれ記録。プロ入りした1985年から1991年まで7年連続で、 最優秀防御率を獲得したため、1989年から1991年は、投手三冠となった。1992年はわずか11試合の登板に終わったが、抑えに転向した1993年は、リーグ最多の31セーブを挙げ、防御率は0.78ホイップも0.54と、共に久保の歴代最高記録を樹立。 久保最終年となった1995年も33セーブで、2度目の最多セーブを記録した。久保時代11年間の通算成績は367試合登板、146勝40敗132セーブ1698奪三振で、完封数、防御率、ホイップの通算記録はいずれも久保、リーグ史上最高である。その後、自分の力を、 日本で試してみたいと日本球界入りの意向を表明。韓国プロ野球から日本球界への来日移籍選手第1号となった。巨人と中日との大争奪戦になり、一時は巨人入団が事実上決定し後は契約を結ぶだけと報じられたが、その後中日がこれを上回るとされる条件を提示して構成をかけた末、一転して中日入りが決定。 1995年オフに中日ドラゴンズに入団。1996年4月5日の広島との開幕戦で1点リードの9回裏に来日初登板を果たすが、ルイス・ロッペスに同点打を浴び、いきなりセーブ失敗。4月16日の対巨人戦では3点リードの8回裏に登板するも、3番、シェーン・マックと5番、落合博光に本塁打を浴びて、 セーブ失敗。このように何としても結果を残さなければならないというプレッシャーから無気になって甘く入ったボールを強打されるというパターンの繰り返しで二軍落ちも味わうなど来日1年目は期待外れの結果に終わった。しかし、オフ返上など、 排水の陣で臨んだ2年目の1997年に大変身。狭い名古屋球場から広い名古屋ドームに移ったことで、インコースに思いっきりいける、投球がはまり、抑えの切り札として、セーブを積み上げていった。同年のオールスターゲームに出場。同年は、当時の日本記録となる38セーブを挙げ、佐々木和弘と共に、最多セーブ投手に輝く。同年に、 戦が記録した38セーブの1個目は横浜との開幕戦で名古屋ドーム初の公式戦。名古屋ドームで初めてセーブを記録した投手である。この年はチームが最下位と低迷する中、最多勝ちを獲得した山本正と共に奮闘した。1998年、前年はチームが低迷したがこの年は横浜との熾烈な優勝争いを繰り広げ、戦も ストッパーとして、この年2桁セーブを挙げた投手の中では、唯一0敗で投げ抜きチーム2位に貢献した。1999年、開幕2戦目9回に登板した際に、ふくらはぎの違和感で緊急降板するなど、高齢や金属疲労によるコンディション不良が重なり、6月に3連続で救援失敗し再調整で2軍落ちした。その間は、岩瀬、サムソン、 落合と日替わりストッパー等でやりくりしている。復帰後は首脳陣の計らいから最後の1アウトや2アウトでの登板で調子を盛り返し、この年も抑えの切り札として28セーブを挙げ、中日の11年ぶりのリーグ優勝に貢献した。しかし結局はこのコンディション不良により、全般的に安定感が薄らいだことなどから、この年のシーズン限りでの現役引退を表明。 シーズン終了後の11月22日に行われた引退会見では3連続で救援失敗した6月の時点で引退を申し入れたものの当時の監督であった星野瀬に力移留されていたことや一方で年齢による衰えで抑え役から中継ぎに回っても名誉を守ることができると考え選手権人コーチとして契約する 球団側の提案も打診されたが、選手生活のために来日したことを理由に自ら誇示、したことも明らかにしており、それを乗り越えて優勝に貢献できたが、この辺でやめた方がファンにいいイメージを残したまま選手生活を終えられると決意したと語っている。中日のリーグ優勝の際に胴上げ投手となり、大英との日本シリーズ第4戦でも登板するなど、 花々しい引退となった。引退後は、韓国野球委員会で活動していたが、2003年には、自費で中日に、コーチ留学、二軍コーチとして、研修を受けた。2004年には、サムスンライオンズ主席コーチとして、韓国プロ球界に復帰。2005年に監督に就任し、サムスンをリーグ制覇に導き、2005年のアジアシリーズに、出場した。 背番号18は、キアタイガースの永久欠番。2006年開幕前の3月に開催された第一回、ワールドベースボールクラシックの韓国、代表投手コーチを務めた。第一ラウンド A 組での日本戦で、ハイエイシュが一郎に支球を当てたことについて、あそこから、流れが変わったのでうち心嬉しかったと、朝鮮日報に語っているが、内心嬉しかったの部分だけ報道されている。 シーズンではサムスンは韓国リーグを制覇、再び2006年のアジアシリーズの韓国代表として来日した。2008年1月2日に北京オリンピックの韓国代表チーフコーチを辞任したことが発表された。理由は精神的なストレスとのこと。メンバー提出後の大幅なスタメン変更など、起用法などで嫌気がさしていたものと思われている。 2009年9月29日にサムスンと新たな5年契約を結び、2010年以降の監督続投が決まったが、契約期間を4年残して、突如2010年12月30日に辞任した。2011年10月18日に2012年シーズンにより、キアタイガースの監督に就任することが発表された。キアの前進を経てから通算すると、 1995年以来17年ぶりの古巣復帰となる。背番号はサムスン監督時代と同じ90、2012年は5位だった。2013年、2014年と2年連続8位と成績は低迷した。10月19日に契約期間2年で再契約したものの10月25日、前述の成績不振を理由に辞任した。 2015年11月に開催された第1回 WBSC プレミア12の韓国代表の投資コーチに就任し優勝に貢献した。2017年3月に開催された第4回 WBC の韓国代表投資コーチを務めた。7月24日に2018年のジャカルタパレンバンアジア競技大会2019年の第2回 WBSC プレミア12 2020年の東京オリンピックまでの契約で韓国代表としては初となる専任監督に就任し11月に開催される第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの韓国代表で初めて指揮を取る。同大会では日本との決勝に敗れ準優勝だった。2018年のジャカルタパレンバンアジア競技大会では韓国代表を 大会3連覇に導いた。しかし大会後、軍へ入隊していない選手たちを優先したと、批判されたアジア競技大会での選手選考の件で、混乱をもたらしたため、同年11月14日、韓国代表監督を辞任した。最速時速1 5 5トルのストレートと鋭く、横滑りする高速スライダー及び縦のスライダーを、 使いこなし、また請求力に優れ、精神面でも強かったと言われる。韓国史上最高の投手と言われ、出身地近くにある山にちなんで無党産爆撃機、または韓国の司法、国宝級投手との異名を持ち、中日時代は名古屋の太陽と呼ばれた。中日では、李直君、李小藩と合わせて3人の韓国人選手が在籍したことから韓国三重士と呼ばれた。 韓国のエースと呼ばれながら存在なところがなく、チームメイトとの関係も良好だった。中日時代の正捕手の中村武史には絶大な信頼を寄せており、中村のサインに首を振ることはなかった。また、サムスンの監督となってからも、中日時代のチームメイトであった落合英治、種田人志をサムスンのコーチに招聘している。来日初年度の不振の原因の一つに、 言語の違いによるコミュニケーション不全があると考えたセンは、そのオフから日本語を学び始め、翌年には日常会話をこなせるまでになり、シーズン中は頻繁に松坂屋に出かけて買い物をしたり、シーズンオフには山本正をはじめチームメイトとオーバーホールに行くほど溶け込んでいた。日本語は散歩の途中にわからない看板の文字をメモして自宅に戻って辞書で調べたり、 カラオケやマージャンをする中で覚えたという。かつての中日時代のチームメイトで、後に韓国9回入りした門倉健とは、今でも親交があり、2010年の韓国オールスター戦に出場した際に、門倉と同じく顎が、特徴の他チームの選手2人と並んで、顎3兄弟として、多くのフラッシュを浴びていた門倉に、顎、まだ若いなぁ、と、日本語で声をかけている。 李昭洋が、成り物入りで来日し、千葉ロッテマリーンズに入団しながら、不審に終わった2004年のシーズンオフ、李は、通訳を介して、チームメイトと話していると聞いて、仲間とはできるだけ直接話すようにと、日本語の学習を進めた。そして、李が、日韓通算405本塁打を達成した際には、冷ややかな視線にも耐えた。もはや韓国の英雄と語り、 韓国人は最初誰でも日本では冷ややかな視線を体験する。私も振るわない時はストライクゾーンが狭かった。認められることが難しいものの日本の野球で認められれば楽になる。イスンヨプも今年その軌道に乗ったと言った。また、自身が97年。 日本で9円当番のプロ野球記録をめぐり競争するレベルに至ると、冷ややかだったチームの同僚や職員が丁寧に挨拶し始め、審判のストライクゾーンも広くなった、と解雇し、スンヨプは45本塁打を超えるだろう。打率も3割3部台に乗せたし、韓国ではほぼ4割打者も同然とし、これから誰もスンヨプを認めないわけにはいかない。私の考えでは、 読売が後から6億円以上のお金を渡して、寸欲をキープしようとするだろうと語った。非常に研究熱心な人物であり、2006年のキャンプにサムスンの監督として、北海道日本ハムファイターズと練習試合を行った時、かつて対戦したことのある新城強の特徴などをしっかりと覚えていた。地日日,日としても知られ、また、 高校野球のファンでもある。また、プロ野球マスターズリーグにも参加したことがある。新日課のエピソードとして、李性犯が、日本では韓国人だという理由で待遇が悪かったなど、起用法に不満を漏らしたところ、実力不足を言い訳するな、と一周している。帰国した際に、日本人から何かしらの差別を受けはしなかったか、と聞かれ、ない。差別はなかった。 差別差別と騒ぐのは実力と努力の足りなかった人間の言い訳だや日本野球や日本人は素晴らしかったと周囲に語っていた。さらにその後の日韓代表戦にて韓国代表が日本代表に勝った時韓国のマスコミに1回や2回勝ったからといって韓国野球が日本野球を超えたことにはならない。日本は代表レベルのチームをいくつも作れるが 韓国は1チームしか作れない。層の厚さにまだまだ差があると冷静に戦力を分析していた。だが、こうした発言から、新日発言ばかりする、売国奴として、半日化に実家の旅館を放火されたこともある。北京オリンピックアジア予選の対日本戦において、韓国チームがメンバー表の提出後に露骨なスタメン変更をしたため、 中日時代の監督でもあった日本代表監督の星野先一に自ら直接謝罪している。なお、中日入団時に韓国航空会社のアシアナ航空から名古屋、ソウル間の航空機永久無償利用権を授与されている。また、名古屋市からも名古屋観光大使に任命されている。日韓両国で100セーブポイントを達成した初の当主である。 2011年12月21日、かつてのライバルである、蔡東原との戦いを映画化したパーフェクトゲームが公開された。先導列役は、ヤンドン軍が演じた。ありがとうございます。